はい、純也と言います。僕はドラムをやっていて、アメリカに約7年ほど、20代前半から30代まで、留学して、音楽作曲を主に、独学で学んだんですけども、まあ、それだけじゃなくて、いろんな分野の知識を織り交ぜながら、この作曲が、ドラムが、人の脳や心にどのような効果をもたらすかっていうことを、主に配信しています。まあ、ですからですね、楽器演奏にそもそも興味がない方、音楽に興味がない方、そういうことが自分には無理だっていう方もですね、ぜひこのドラムをですねやってみることをお勧めしたいんですけども、その理由としてですね、実は新発見なんですけど、ドラムがガンやエイズのウイルスの、免疫を作るっていう、すごい研究がありまして、これを研究した方はすごいと思うんですけど、実際、まあ、その参考文献は下のリンクに、貼っておきますので、もし英語できる方はそれ見てほしいんですけど、まあ、やっぱりドラム楽器演奏とか音楽はですね、実際人の心だったり脳にどれだけ効果があるかっていうのは証明されてますので、その中にストレス軽減ってあるんですけど、やっぱりここが一番関わってくるんじゃないかと。やっぱりドラムって一番こう単純な楽器で、自分が思ったようにこう手を動かしてたり足を動かしたり、こう叩けばもう音が鳴るわけですから、でこのリズムをするっていうのは自分のこの内にこもった感情を発散させる、それ自体がやっぱりストレスを、外側に出すっていう行為になるので、まあ、例えばこうロックドラマだってヘビーメタルドラマだってこう頭をこう振ってやるのって、あれかなり僕も昔ヘビーメタルドラマだったんですけど、ストレス発散になるんですね。まあ、実際ですね、まあ、僕より若い方はまだそんな心配することないと思うんですけど、まあ、中にはですね、やっぱりどうしても生まれつき病弱な方だったり、もしくは年齢を重ねることにやっぱりそういう体の健康面とかにこう気を使っちゃったりする方も、いると思うんで、まあ、確実な療法ではないので、やっぱり医学的にもっと根拠のある確実性なものをやることもお勧めするんですけれども、まあ、それ以外の、まあ、手段として知識としてね、こういうドラムの効果もありますよってことを、提供したいと思います。まあ、僕自身結局やっぱりまだ30代なので、まあ、僕より年上の方とか経験的にはとても叶うことはできないので、まあ、そういう方からいろんなことを学ぶことっていうのはあるんですけども、僕自身がやっぱりできることっていうのはそのお返しにですね、アメリカで実際こういうことを学んできたと、でドラムも作曲もそういうことを学んで、実際アメリカロサンゼルスなんですけども、そこに現地に行ってこう経験してきたこの知識をですね、やはりそういう方に、お返しとして提供したいと思っているので、ぜひですね、まあ、興味のない方、まあ、楽器演奏自分には無理だっていう方でもですね、簡単にできる方法お教えしてますので、ぜひ興味ある方はやってみてください。それじゃ あ実際レッスンに入っていきます。はい、じゃあ今回はですね、このリズムを取るドラマーとして最も重要な役割のフィルインという、テクニック、ご紹介します。まあ、つまりフィルインというのは、見せ場でもあり、こう音楽曲としてこう成り立つときに、例えば次のこの小説から、次の小説に変わる転調をするっていう時のこの空間の合図のことなんですけど、例えばどういうやつかっていうと、ワン、ツー、スリー、フォー、このこれですね。これよく聞いたことあると思うんですけど、まあ、一般的なタム回しっていうやつで、これでシンバルをアクセントにして、金物で
合図を送って次に進みますよっていう、その合図の、方法をフィルインと言います。で今回ご紹介するのは、一般的なタムロール、これをご紹介します。でまあここで必要になってくるのはですね、前の以前の動画で紹介したルーディメンツの、シングルストローク、これをオルターネイトで交互に、やるっていうテクニックなんですけど、まあ、興味ある方はですね、ぜひルーディメンツを極めたい方はそちらの、動画もチェックしていただいて、それからやってみてもいいと思います。基本的にここで重要になってくるのはタイムキーピング、つまり自分の中で1、2、3、4、これを、心の中でずっと頭の中で、繰り返す。1、2、3、4、1、2、3、4、3、ここで、最初は、慣れないうちはスネアだけでいいです。でここに慣れてくるとタムを入れたり、例えば1、2、3、4、1、まあ、かなりもう何でもありなので、あの自由にこのタイムキーピング、つまりこう拍の、初めでこの絶対シンバルに、なるように、あのそれ以外はもう自由なので、ぜひですねこのシングルストロークのタムロール、フィルイン、ぜひやってみてください。でまあここまでもしあのご覧になっている方はですね、そろそろあのこの基礎的なスティックの持ち方だったりグリップの仕方、こういうのいろいろあるっていうことも多分学びたいと思うので、そちらもですね、別に紹介した動画もあるので、そちらあの別リンクであの下の説明欄に貼ってありますので、そちらも知りたい方はぜひそちらもチェックしてみてください。あの大きく分けて3種類、ジャーマン、フレンチ、アメリカンとかこういうトラディショナルとか、これのやり方とかあの紹介している動画なので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。それじゃあまた、次回お会いしましょう。